はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますのが、ハッセルブラッド用のレンズで、カールザイスのプラナー 80mm、はい、スロー強度になりますね。C タイプレンズになります。はい、ご覧の通り、プラナー 80mm ですね。F2.8 の、ノンティーコードですね。はい、外観から見ていきますけれども、外観がですね、ご覧の通りですね、おおむね備品ですけれども、ちょこちょこっとですね、こういったちょっとぶつけた跡とかがあるようですね。あとは、文字のすれとかですね、目立つような当たりへこみとかはないようで、文字のかすれもないですね。こういったところにホコリの詰まりとかもなくて、まあ、おおむね、通常の中古品状態という感じだとは思います。はい。で、フロントとかも綺麗ですね。はい。で、落っことしたりした落下痕のようなものは一切ないです。はい。後ろ側も綺麗ですね。はい。じゃあ、光学ですけれども、レンズはですね、前玉、後ろ玉ともにですね、まあ、ご覧の通り、非常に綺麗で、ぶつけた跡とかですね、コーティングの穴とか、剥離とか、バリサム切れ、ホコリ、チリの混入もなく、曇りカビも一切ありませんという感じですね。はい。はい、プレビューもきっちり聞いてますね。はい。じゃあシャッターの方もチェックに行きます。シャッターですけれども、ですね。はい。じゃあ、高速の、じゃないですね。低速の1秒から見ていきますね。ちょっとピントがずれるかもしれません。はい。でも、空いてるのがわかりますね。はい。1秒がきっちり安定して、入っているというのがお分かりいただけますね。はい。次2秒ですね。2分の1秒です。はい。2分の1秒も、はい。いいですね。で、4秒、4分の1秒。はい、こちらも、安定して切れてますね。低速に粘りとか一切ないようです。はい、じゃあ、中速の60分の1秒で、もう一回切ってみます。いいですね。60分の1秒も、はい、安定して切れてますね。では、高速の500分の1秒いってみますね。C タイプレンズはですね、こう、絞りとシャッタースピードが連動して動くんですけれども、こちらのレバーを手前にグッと引いてあげると、別々に動くようになりますんで、で、500分の1秒ですね。はい。にセットして見ていきます。500分の1秒も。はい。ご覧の通り、きっちり開いてますね。これ500分の1秒です。はい。ということで、シャッターにも一切問題はありません。はい。付属品が、はい。リアキャップと、フロントキャップと、こちらのメタルの、はい。純正のハッセルブラッドのフードをお付けします。ちょっと使用感がありますね。はい。さすがにですね、フィールドで使用されていたようで、ちょっと使用感ありますけども、はい。こんな感じで、この赤いボタンと、赤い印と、一番上のこれを合わせてくださいね。すると、はい、まっすぐになります。はい。ということで、ですね。あともう一件ですね。本機ですけれども、ですね。熊本の中村工学様にて、ですね。分解調整、清掃。曇りとかあったみたいですけど、全部清掃してもらってますね。はい。シャッターとか、全部調整していただいてますので、非常にいい状態ですね。はい。はい。ということで、はい、ハッセルブラッド用の、レンズ、カールザイスのプラナー 80mm、C タイプ、はい、白強度になりますね。専門業者にて、分解、調整、清掃済みという感じになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。